いぶだって違うよ、これ意識してるだけで。季節感ってやっぱ大事ですね。季節感大事だと思う。だってこうやって見ても、知らないと恥をかく、冬に夏スーツ着てる人絶対やめて。はい、どうぞ。夏用のスーツ着てた人いたんですよ。はい、おー、はいはいはい。で、背中の部分をよく見たら、うん、白いワイシャツが透けてて、うん、ちょっと余計なお差かもしれないんですけど、うんうん、寒くないのかなって思って、ね、冬に夏のスーツを着てる人って、はい、結構いるのかな、どうなんですかね。うーん、そうだね、うん、まあいるかいないかで言ったらいるよね。いるよね、やっぱり。いる、うん、いる。で、それって結構バレるよね。そうなんだ。見ちゃったあーっていう気持ちになるんですよ、うん、男性は気にならないのかな、逆に。どうなんだろう、でもこれって、まあ、本当はね、あの季節感をちゃんと意識した生地が春夏用と秋冬用で分かれてるわけだから、それをね、分けて持ってもらうっていうのが理想的なんだけど、はい、やっぱりまだそのスーツの着数そんなに持ってないよとか、うんうん、あのお客さんでも言われるんだけど、これって年中着れるとか、はい、これって3シーズンとか聞かれるんですよ、まあ、やっぱりそのお客様からしたら、まあ、1年問わず着れるスーツ、いつでも着れるものの方が、まあ、いつでも着れるっていうところで意識がそっちに行ってるのかなって思うんですよ、はい、で着数がまだそんなに持てないうちであれば、オールシーズン用のものを何着か作って持っといてもらって、ある程度ストックができてきたかなっていう時になったら、まあどうだろう、5着目とか6着目ぐらいになってきたら、はい、春夏と秋冬に分けるっていうことをしてもらうのもいいかなと思います。ただね、やっぱりこれってスーツ着てる人とかスーツ好きな人からしてみれば、季節感をちゃんと意識しないでスーツ着るのってやっぱりどうなのっていう風に思ってる人も中にはいるし、私もやっぱりスーツをね、あのご提案する立場からすると、やっぱりその季節その季節に合わせた生地っていうのがあって、はい、だからそれも今日ちょっとねお伝えしたいと思います。はいはい、だからスーツ、あの冬にね夏のものを着てたりとかすると、うん、バレますかって言われるんだけどバレてます。今日はそのあたりねお話ししていこうと思います。夏用のスーツと冬用のスーツでスーツ自体の仕様も違ってて、例えば愛ちゃんが電車の中で見た背中の部分、ワイシャツが透けてたっていうのは、はい、背抜きって言われてる、うん、あのこのジャケットの内側についてる裏地が総裏っていうものだと全体的についてるんだけど、背抜きっていうものだとこの背中の上部分はついてるけど下はついてないっていう、これ夏仕様の裏地の使い方で、多分その背抜きっていうものをね着てらっしゃったと思うんです。シャツが透けちゃうって基本的に夏物と冬物のスーツの生地の折り方っていうのが違って、これは平織りと綾織りっていう風に分けられてて、要は通気性の問題で、あの通気性を良くするために夏のものっていうのは平織りのものが多くて、平織りっていうとこの縦糸と横糸が1本ずつこういう風になみなみっていう風になってて、はい、だからこういう格子状になってるんですよね。隙間に風が通りやすいようになってて、だからこうやって透かしてみるとちょっと生地がね透けて見えたりします、向こう側が、はい、冬物の生地になってくると綾織りって言って、これもちょっと密度がギュッて詰まったあの織り方になるんだけど、あの保温性に優れてるし、ちょっと生地の打ち込みがしっかりしてがっちりしてるので、はい、あのそういう違いがあります。あのそもそもバレるとかバレないの問題じゃないんですよ。バレちゃうからやめようとかじゃなくて、季節感って大事じゃないですか、うん、スーツって、まあ、特にその柄とかはないけど、やっぱり夏物だと明るいブルーのものが多かったり薄い色の生地があったりとか、冬物だと、まあ、生地でいうとフランネルとかちょっとほんわかした生地の質感だったりとか、はい、あとはやっぱりちょっとダーク系が多かったりとか、そういう違いがあって、季節感をうまくやっぱスーツで出してもらった方がおしゃれだし粋だなっていう感じでスーツは着てもらえると思う、はい、例えば私が誰かとお会いした時に、その方が冬なのに夏物とか着てるとやっぱりあーっていう風になっちゃうし、はい、ちゃんと季節考えて着た方がいいのになって思われることもあるかもしれない、
うんまあ、そこまで見てないよみたいな感じで多分コメント欄に書かれると思うんだけど、はい、実は見てる、実は見てるし実はあって思われてるかもしれないです、はいはい、なのでそれをまあ知った上でやるんだったらもうどうぞご自由にだけどあのまあ、ちょっと良くないかなっていうのは思うかな、はいはい、でちょっとあの記事を実際にお見せしながらちょっとお話ししていこうと思うんだけど今ここに3種類スキャバルで用意したんですけれども、はい、全部生地の重さが違って重さっていうと、うん、このね生地にはこういう風に一つ一つにこういうシールみたいなのがオーダースーツ屋さん行くと生地に貼ってあってあ、はい、この中にいろんな情報が入ってるんですよ。で注目してほしいのはこの 200GR、うん、まあこれ GR ってあの単位はいろんな生地によって違うんだけど 280g ってことなんですよ。これ生地がで 1m あたりの生地の重さを表してて、はい、ここの数字でどの季節に着ればいいかっていうのが分かるんですよ。もちろんあのこれってここをお客さんが見なきゃいけないかっていうとまあそうじゃなくてもいいんだけど、フィッターさん、あのスーツ屋さんはこれ多分みんな理解してて、多分これ 280g だからこれは冬に着るといい生地だなっていうのがあって、はい、冬用スーツっていうのはだいたい 260g から、まあ、280g でもっとヘビーゲージの重いあの400とか350とかっていうものもあるんだけど、そういうものを選ばれると秋冬に着てもらいやすいかなって思います。今度はオールシーズン用に着れるもの、オールシーズン用のものだとだいたいね、うん、240から250g っていう風に言われることが多くて、これ250なんだけど、で250だとまあオールシーズン着てもらえるかなっていう生地の重さになります。これ夏用に着てもらうといいんだけど、これはね 230g、まあ、軽い生地ってもっと軽いものもあるんだけど230だいぶ軽いで、こうやって3つとも触り比べてもらうと、ちょっとあいちゃん触ってもらおうかな、はい、ちょっと触り比べてもらうと、なんかでも見た感じでもちょっと違うよね。違うかも、うん、そうそう、うん、比べてみるとだいぶ違う、はい、あ薄いかもこれ、薄いよね、うんうん、あの本当にあのちょっとしたことなんだけど、例えば冬の季節に冬スーツ着てる人と夏スーツ着てる人が並んじゃうとちょっとあれっていう風になったりするかも、うん、それをねどういう風に捉えるかなんだけど、やっぱある程度スーツの着数が揃ってきたら秋冬で私は分けた方がいいかなって思います。はい、やっぱりそのオールシーズン用ばっかり持っちゃうと傷みやすくなる、その年中問わずいつでもガンガン着ちゃうから、うん、やっぱりスーツの傷みが早くなる、着数が少なければ少ないほどやっぱり使用頻度が高くなってくるから、はい、そうなってくるとやっぱり傷みが早くなる、だからたくさんスーツを持てるようになったら分けてもらって使用頻度をこうやって分散させてあげた方が、やっぱスーツっていいものなのでいいもの長く着たいじゃないですか、だからそういうところの配慮は必要かなと思います。だいぶだって違うよこれ、意識してるだけで。季節感ってやっぱ大事ですね。季節感大事だと思う。だってこうやって見ても生地の色味もちょっと違うじゃん、これ明るい生地とかが多いけど、うん、やっぱだんだんヘビーになってくると、はい、ダークカラーが多くなるよね、うん、そうだからこういうところでもやっぱり違うので、あの季節感をちゃんと意識したスーツ、はい、コーディネート、ネクタイだってそうだよね、うん、なんかあのニットのタイとかってわかる、そうそう、うん、夏に、ね、なるとしてる人多いけど、はい、冬にしてたらやっぱりおかしいし、うん、そうだからなんかそういうところ、季節感ってスーツってあの分かりにくいって皆さん思ってるかもしれないけど、うん、実は結構スーツの季節感が出やすいところかなって思います、はい、うん、自分の持ってるスーツがオールシーズン用なのか、うん、それこそ春夏用なのか、うん、分からないって方はどうすればいいですか。いやこれねちょっと見せてほしいかもしれない、うん、そうだね、見ないと分かんないよ、うん、見ないと分かんない、うん、であの作る時にこれいつの季節に着れますかっていうのを聞いてもらって、うん、で作った方がいい、はい、だから、ま、あのカウンセリングがあるから、うん、ま、秋冬用で今日探してますとか、はい、春夏用で探してますとか、オールシーズン着れた方がいいですっていうのは伝えてもらって出してもらう方がいいと思います。はい、なのであのうちはそれをちゃんとしっかり聞いてご提案をしているので、皆さんちゃんと季節に合わせたスーツ着てください。
ということで今日はね、知らないと恥をかく冬に夏スーツ着てる人絶対やめてという内容でお送りしました。はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねとコメントもよかったらください。じゃあまたねー。